はい、皆さんこんにちは。HIDCG ひでです。ですね、今日はアルファ6400をせっかく買ったので、旅行がてらですね、Vlog みたいなものをちょっと撮ってみようかなと思いまして、その中でですね、今日は誕生日ということもあって小旅行をしてます。で、撮影の協力者は私の父親になりますので、よろしくお願いします。で今日ですね、やりたいことがちょっといくつかありまして、その、やりたいことを、網羅していこうということで、まずは第一の目的地へ向かいます。じゃーん、はい、今回はですね、伊勢にちょっと旅行に行くんですけども、伊勢に行くためにですね、イラコのフェリーを使いたかったんで乗船していきたいなと思います。これから鳥羽に続きます。いやー今日は良かった。本当に天気が良くて、で、途中多分画像も入ってたと思うんですけど、野生のイルカも見れたんでかなりちょっとお得だったなという感じですね。で、間もなく鳥羽に続きますので、また鳥羽でお会いしましょう。ということで、今鳥羽に到着しました。今からお伊勢参りに行くんですけれども、お伊勢さんの内宮と外宮に行く前にちょっと回りたいところがいくつかありますので、その辺りを回っていこうかなと思います。
ここから人の画像処理が大変だったので、ちょっと写真にナレーションベースでお伝えしていきたいなと思います。はい、到着が9時40分、伊沢の宮と言います。で、お宮さんが1つ、そして、2つの神社が併設されています。で、内宮の別宮となってますね。で、ここは鳥羽の港からですね、20分ぐらいの距離にあるんですけど、ちょっと迷ってしまって車で30分ぐらいかかってしまいました。こちら10時25分到着、月読みの宮と言います。4社の宮さんと1つの神社が併設されています。で、内宮の別宮となってますね。で、ここまで、所要時間がですね25分かかってます。はい、続いてこちら、10時45分到着、大和姫の宮と言います。一社のお宮さんを祀ってます。で、内宮の別宮となってます。ここまでの所要時間は5分ぐらいですね。すぐ着きました。そしてこちら、大和姫の宮に行く途中にですね、神宮彫古館という神宮にまつわる工芸品等の展示をしている施設がありました。ちょっとインスタ映えしそうな感じだったので、ぜひ皆さんも気になったら行ってみてください。はい、こちら到着が12時10分、滝原の宮と言います。2つのお宮さんと、3つの神社を祀ってます。内宮の別宮となってます。で、ここがですね、伊勢市からですねちょっと離れたところになってまして、高速で1時間ぐらいかかります。ここおそらくですねちょっと車じゃないと厳しいかなと思います。今回のですね旅程がだいぶ早く進んでましたので、行こうかなということで今回は行ってみました。そしてここ特徴的だったのが、内宮と同じようにですね、手洗い場が一応川で洗えるようになってました。はい、そして伊勢市の方に戻ってきまして、14時50分到着、月読みの宮ということで、下宮の別宮となってまして、一社のお宮さんと一社の神社をお祭りしています。写真に写っておりますのは、私がどうしても欲しかった貴重な貴重なヒノキの御朱印帳です。これがですね内宮でしか売ってないということで、これを手に入れるために一度内宮へこの日寄っております。で、翌日26日、誕生日の日に下宮と内宮で御朱印をいただきたいということで、こちらを手に入れました。伊勢のお参りは3時までということで、月読みの宮終わった段階で3時になりましたので、もうホテルにチェックインしました。下宮の近くに撮ってましたので、その後下宮参道を歩きます。下宮の方へ向かっていきまして、下宮の目の前に赤福の店がありましたので、そちらに寄って赤福を食べました。お抹茶と一緒にいただけるのでとても美味しかったです。腹ごしらえにもなりますのでちょうど良かったですね。その後晩御飯をですね、下宮参道にある鈴木水産というお店でいただきました。こちら写真がですね、アジの作りということなんですけども、本当に新鮮、生けすから取ったばかりのアジをさばいて出していただけるので非常に美味しかったです。下宮参道非常に綺麗になってまして、いろんなお店があってとっても楽しかったです。ぜひ気になる方行ってみてください。